はい、皆さんこんにちは、セナです。どうもお久しぶりです。前回の動画見てくれましたでしょうか？前回の動画からねちょっと時間空いてるんですけども、モリモリが僕が動画を撮れないからってなんか僕の真似をしてましたよね。なんか髪の毛を上げて丸眼鏡かけてどうもセナですとかなんかほざいてたんで、なんか今隣おるけどほざいてたんで、それのアンサー動画じゃないですけど、僕は逆にセナっぽくない丸眼鏡を外して髪の毛を下ろしてみました。どうですか？まあこれからはちょっとたまにはこんな感じもいいのかなと思って、こんな感じで動画を撮っていきます。はい、まあそれは置いといて、まあはい、ということで本題なんですけども、まあ僕はまあ結構空いてですね、まあ1ヶ月以上空いてんのかな、空いてて、でモリモリもここ最近空いてたんですけども、なんで僕たち動画少し遅れていた、少しの間出していなかったかと言いますと、なんとですね、僕たちなんと登録者500人前後の段階でお仕事をいただけることになりました。パフパフそんな感じでね、お仕事をいただけることになったんですよ。まあこの笑みを見たらわかると思うんですけども、どんだけ嬉しいか、まあかなり嬉しいんですよね。僕たちまあバイトでしかお金を稼げないと思っていたんで、学生のうちはまあかなり嬉しいですね。まあ YouTube もほぼ趣味みたいな感じでずっとやっていたんで、まあ軽く説明していきますね。今から人生で初めてのバイト以外のお仕事行ってきます。クライアントさんがいい人だったらいいです。ワクワクドキドキ、とりあえずちゃんと値段交渉とかちゃんとした話ができればいいかな。緊張する。行ってきます。新幹線降りて横浜到着。今から JR 横浜線乗って神奈川に行ってきます。じゃあそうなんですよ。お仕事をもらえるようになってですね、お仕事をもらったがゆえにちょっとまあ言い訳になるんですけど、 YouTube をちょっとね、まあ悪く言えばサボってた、よく言えば、まあ、優先順位をちゃんと決めてやっていたんですけど、そうですね。まあ、仕事の内容はですね、まあ、パースの仕事はもちろん、まあ、大体予想つくと思うんですけど、まあ、パースの仕事をいただいてですね。で、それともう一つ、まあ、僕たち、ホームページあるんですけども、そのホームページを見てですね、ホームページも作ってくれへんかっていう依頼までいただいて、まあ、そんな僕たち一回しか作ったことないんですけども、まあ、それは、まあ、代理で行うということになって、その、パースとホームページの作成でお金をいただくことになりました。お仕事をすることになりました。でそれがまず1個目ですね。それが1個目に出たお仕事です。
はい、ということで用事終わりました。用事終わって人生初めてのお仕事もらえて、ほんでそのお仕事の内容を話してある程度終わって、でご飯も食べてきたんで、もうせっかくなんで空き家もらった、まあ、第二のふるさと秦野にやってまいりました。まあ、こんな感じで秦野は水がめっちゃ綺麗でめっちゃいい場所です。久々につんつんさんに会える、秦野の人に会えるってことで、今からはちょっと秦野を堪能したいと思います。じゃあまた。そこからですね、まあ、まあそれだけだと多分ね今もっと動画を上げれてたんですけども、そこからはお仕事意外といけるのかもなっていうので知ってもらおうということで、ここならっていうサービス知ってますかね、あのアプリとかでもありますコマーシャルで得意を売るならここならってやつ、あれをですね登録しまして、それを登録したところ、まあ数々とね、道の駅のあのパースをメインで売ってたんですけども、あれ売ってたらもうなんかどんどん来てくださって、そこからもう合計今は何件やろ、もう本当に10件近くかな、もう合計では10件近くほどパースを作らせていただいております。それで お仕事としてしっかりとお金を稼がせていただいております。まあそんなことがありました。10件近くやってたんで、まあそれは動画も撮れないよねと、まあ、それプラス学校もしっかりと設計課題しっかり、もう他の課題もねいろいろあるんで、まあそれもいろいろこなしながらも、お仕事の方をやらせていただいて今に至るんですよね。で今やっと設計課題も小学校の設計課題だったんですけど、またそれは今度あげますね。小学校の設計課題が終わってで、お仕事今ね一気に3つ4つぐらいあったんですけど、それはもう一段落したんで今こうやって動画を撮ってるわけです。まあ、そんな感じでなんか言い訳になるかもしれないですけども、お仕事をもらってまあ嬉しいことですよ、本当に嬉しいことです。この嬉しいこと、お仕事をいただいて少しの間動画を休ませていただいておりました。まあ、その間はねモリモリが、そうなんですよ、モリモリの動画がいきなり多くなったなって思った方も結構いらっしゃると思うんですよ。フォトショップに関して多いなって、ちょっと最近フォトショップばっかりなと思った方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、その理由がそれですね、もう僕がお仕事でちょっと時間取られてたっていうのが理由です。もうこれからちょっとね僕こうやってお仕事しつつも自分でねいろいろソフト触っててで、ちょっと LINE のとかも触るようになってきて、で僕なりの考え方っていうか、お仕事もらった上での考え方みたいなのも結構出てきたんですよね。それを踏まえてですね、これからはちゃんと社会に出て役立つようなモデリングであったりとか、まあ、パースの作成方法であったりとか、いろんなものを、まあ、僕なりの視点、モリモリの視点でどんどん提供していけたらなと思います。そんな感じで、まあ、なんせお仕事もらったよっていう、まあ、嬉しい報告動画になっちゃったんですけども、まあ、その時のね嬉しかった、まあ、表情であったりを僕家出てからね、あのもう人生初めてのことなんで、その向こうの先方の方に一度お会いしに行ったんですよね。でその時の嬉しかったんで、まあ、自撮り動画をもうその点々で新幹線乗る前であったりとか、家出た後であったりとか、あのお仕事もらった後であったりとか、もういろいろ感情を込めて話してたり、まあ、ただ動画撮ったりするんで、それをまとめたものがね多分もうさっき流れてるか、まあ、今からまた流れるんですけども、それもまたよければ見てください。ということで今から秦野でちょっと飲んだんで、ツンツンさんと久々に会って飲んだんで、あとダンディさんと今から大阪へ帰ります。じゃあ、はい、ということでこれ全部撮っとって行きから今日一日はこれにて終了でーす。終電逃してモリモリにお迎え来てもらいました。ってことで、See you!
はい、で今これぐ、まあ、動画上なんでそんな長くは話したくないので、まあ、これぐらいにしておきますが、もっと詳しいことね、まあ、今までの一番初めにもらったお仕事に関してもらうまでの話であったりとか、そのもらった後、あと僕の、まあ、建築を始めたきっかけであったりとかを、まあ、これをきっかけにあのノートっていうの知ってますかね、まあ、ブログみたいなもんなんですけど、ノートでちょっと書いておりますので、それ概要欄に貼っておきますので、よければそちらも目を通していってください。そちらにもう少し詳しい話書いてあります。でその他にですね、その、うん、2件目以降のパースのお仕事であったりは、まあ、僕の、まあ、Twitter、Instagram、 モリモリの Twitter、Instagram で、それは随時ね結構どんどん投稿していくと思いますんで、パースとかもそちらの方もぜひチェックしておいてください。モリモリもちゃんとあのあれです、僕と一緒にフォトショップで編集してくださったりしてお金稼いでいるんで、モリモリの方もぜひ見ていってください。はい、ということで今回は本当に報告動画になっちゃいました。ちょっと久々なんでグダグダなってるかもしれないですけども、それでもちょっと温かい目で見ていただければなと思います。それ今回の動画は以上になります。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。これからもちょっと頑張るんで、あ、一つ言い忘れてたちょっとね、お仕事をいろいろいっぱいいただけるようになって、今僕たちモデリングとレンダリング、フォトショップとかいろいろと解説動画上げてるじゃないですか、技術的な部分。その技術的な部分を僕たちを雇いたいなってちょっと思ってまして、ちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、僕がお仕事を基本的に受けます。でそこから今モリモリにフォトショップであったりの編集を任せたりしてるんですね。でその状況なんですけども、僕のモデリングとレンダリングですら結構バタバタして間に合わない状況ではあるんですよね。だからそこをある程度の技術を持った方にアルバイトとして提供したいなと思ってまして、でこれを提供したら何がいいかって、僕からしたら自分の体を動かさずにやり取りだけで済むっていう点と、あと多分その雇われる側からしたら大概やりがい搾取なこの建築業界なんですけども、ある程度僕たち渡せるんで、普通のバイトよりはまあ確実に渡せるかなっていうあれなんで。でも時給換算とか日当ではないんですよね。その1件あたりでなんぼっていうのを僕たちやってるので、まあ、それでまあその人の能力次第で時給がめっちゃ上がるっていう、そんな感じになります。でそのレベルはどれぐらいなのかっていうのはまた今度ちゃんと内容を固めた状態で皆さんに送りますので、そちらの方はもうぜひまたチェックしていただきたいんですけど、それまでの間にですね、まあ、1つだからヒントだけ言っておきます。ヒント言っとくとすれば、僕たちの動画内で言ってることはある程度できるようになっておいてください。応用っていうものはまあなくてもいいんですけども、ある程度できるようになっておけばお仕事をお任せできるかもしれないので、その報告動画っていうか、まあ、その求人動画ですかねが上がるまで少し待っておいてください。そちらの方でしっかりと発表しますので。はい、ということで今回動画はこんな感じになるんですけども、まあ久々の動画で結構グダグダしちゃってるかもしれないんですけども、まあいろいろと報告がありました。嬉しい報告であったり、皆さんにもなんか嬉しい何か、うん、嬉しい、お仕事今日はお仕事ね共有できたりするかと思うんで、そちらの方ぜひお楽しみにしておいてください。はい、ということで今回動画は以上になります。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。どんどんまた解説動画も上げていくんでよろしくね。ありがとうございました。